さて、暦の上ではもう秋ということですが、厳しい暑さも残り少なくなってきました。休日は息を抜いた身軽な服装で過ごしたいという人も多いはずですね。今回は天皇ご一家の夏のご様子から皇后雅子さまのカジュアルなファッションを見ていきましょう。ポロシャツにイージーパンツでリラックスした海のファッション。2002年8月、静岡県下田市の須崎御用邸にてご一家で静養されました。三井浜を散策された際は、黒のイージーパンツに可愛らしいプリントが施されたポロシャツというカジュアルファッションでした。雅子さまは少し丈が長めのポロシャツをインせず、青としてカジュアルに着こなされていました。ボトムもゆったりめのパンツでリラックスし、足元はフラットなサンダル。ショートヘアとポロシャツのコンビがとても爽やかな印象でした。丸首の T シャツに比べて、ポロシャツは襟がついているので、襟なしの T シャツよりも少しきちんと感が漂います。色味をシックなモノトーンで揃えることで、雅子さまのように、カジュアルながらも落ち着いた雰囲気にまとまります。愛子さまとお忍びの公演デビューでは活発なパンツスタイルで、2003年7月、普通の子供たちと遊ばせたいという思いから、東京明治神宮外苑の児童公園にお忍びで訪れられたご一家。たくさん動く公演スタイルということで、動きやすいカジュアルなチノパンを履かれた雅子さま。トップスはオーバーサイズのラルフローレンのボタンダウンシャツをセレクト。腕を少しまくり上げるなど、こなれ感のある着こなしでした。白とネイビーのボーダーのトップスに、ネイビーのパンツという爽やかなマリンスタイルの愛子さまも陛下もブルーを取り入れたカジュアルファッションでした。ペールブルーのシャツに白パンツの爽やかコーデは、足元でエレガントさをプラス。2003年8月、那須御用邸を訪れたご一家。雅子さまは、軽やかなペールブルーのシャツを白のパンツに合わせて、涼やかなカジュアルファッションでした。雅子さまがお召しになったシャツはサイドのスリットが深く、女性らしいデザイン。この日は珍しく、ノーイヤリング、ノーネックレスでしたが、足元は、ヒールの低いフラットな白のパンプスで、歩きやすさとエレガントさを両立しておられました。家族揃っての登山ファッション。2016年8月、第1回山の日記念全国大会の式典にご出席のご一家は、式典後の散策には揃って、チェックのシャツにパンツという登山ファッションでお出ましに。陛下は、登山が趣味とあって、雅子さまと愛子さまをリードされていました。上高地を散策される際は、登山ファッションをご披露。チェック柄のシャツにカジュアルパンツ。足元は登山靴で完璧に。実はチェック柄のシャツは、ご夫妻のアウトドアの定番スタイル。愛子さまも加わってお揃い感がより強調され、微笑ましい光景でした。私は登山が好きなんじゃなくて、雅子と一緒に登山するから楽しいんですよ。陛下は、趣味の山登りのことを問われたとき、さらりとそのお言葉で返答されました。その短い言葉からも、心から雅子さまを愛していることが伝わり強く印象に残りますね。仲睦まじいご一家の自然体のお姿を再び拝見できる日が一日も早く戻りますように。そして、天皇皇后両陛下と敏宮愛子さまのお揃いのコーデは、色の足し算引き算が絶妙で、本当に好ましく存じます。身体の動きがあるからこそ生きるデザインも、そこに加味されていて、おしゃれに活動する秘訣が詰まったお召し物ばかりです。
雅子さまのお心配りには感激するばかりです。第1回山の日の式典でのお写真では、利宮愛子さまの背筋の伸びた知的な美しさが印象的です。お優しく凛々しい天皇陛下が守り大切になさる皇后陛下と利宮愛子さま、天皇ご一家こそが常に国民の誇りです。雅子さま、夏は白いコデを主体にパンツスーツ姿が多いですね。夏なので爽やかを心がけて、国民に不快を与えないように十分に気をつけていらっしゃるのでしょう。天皇陛下も同様に夏らしい爽やかないでたち、これは多分雅子さまのファッションアドバイスの賜物でしょう。今夏は雅子さまは夏休みを返上してご公務を続けられているとのことです。体調が安定されているようで安心しております。今お盆休み期間中ですが、まだまだ感染症は拡大し、猛暑の真っ只中です。天皇陛下ご一家におかれましては、十分に体調や感染症に気をつけてご公務をなされますようにお願い申し上げます。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。